に。うわ、なんかあれみたい、スタジアム、スタジオ。すごく眠かったんですけど、もう着いてから楽しい。わあ、お、寒い。金沢駅綺麗。わあ、なんかみんなあっちで写真撮ってる。ここが写真スポットなのか。え？でも風強い。わあ、わあ、でも綺麗。うわうわ。わあ、金沢茶屋。久しぶりの旅行なんで、髪の毛の設定をもう家で30分くらいやったんですけど。もうこれ意味ない今向かっているのは近江町市場に向かっています。猫、猫かわいい。早い時間だからかな、外国人観光客しかいないです。私もか。着いた。近江町横丁、あ、いや横丁じゃなくて市場。なんか来る前にちょっと調べてきたんですけど、ここは江戸時代からの300年以上からやっている市場って。へえ、わあ、こういう自販機もある。人めちゃめちゃいる。へえ、なんかのどぐろって有名って聞いたんですけど、今時間何時？11時27分。一番食べたかったものがのどぐろ系、金沢カレーパン。あ、のどぐろ系お願いします。お腹空いてた。なんか美味しそう。あ、もりもり。ここめっちゃ混んでる。ここで食べれますか？あ、これとレモンサワーお願いします。レモンサワー。はい。ここで食べられるんだって。チャージを来たので、とりあえず乾杯。レモンサワー。パケめっちゃ久しぶり。金沢来たらみんなカニ食べてって言ったので、カニー、カニー、いただきます。そしてお仕掛け、さっきのとこだけじゃなくて、このお店の中で買ったのに。うわ、うなぎ美味しそう。これも美味しそう。うわ、帰る前までずっと言ってる。これこういう美味しい食べ物を食べると元気が出る。Thank you.
ここでのどぐろ食べようか。のどぐろ。のどぐろが食べたいんですけど、何を注文すればいいですか。のどぐろが。はい、ありがとうございます。これがのどぐろですか。これがのどぐろ。のどぐろです。あ、これ。初めて食べてみました。やめましょう。お看護師？あ、ウーロン茶のお願いします。ウーロン茶ね。はい。あ、うにだ。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、お茶入れない。これで あったのよ。ありがとうございます。そのくらいで美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。いい感じ。ちまれちゃいましょう。空気もすごく、なんか自分がこうやって魚を食べてるってことは信じるよね。ごちそうさまでした。あ、ここお寿司美味しかった。金沢の近江町市場に来る方がいたら、あそこも同じお店だって。美味しく満腹になりました。野菜喫茶店だ。
やっぱ喫茶店気になるな。気になる喫茶店。うお。喫茶店。